寝る前に入れるスイッチなんでしょう来る日も来る日も YouTube 喜作元房の「僕の毎日」うん。 第7回目今日は6月6日ゾロ目ですねついに1週間続きましたね7回目ですもんね、えー、これ意外と毎日ね収録するのって面倒くさいというか手間がかかるというか結構ねこれも昨日なんかは機材がトラブルを起こしましてというか、えー、アップするのにね やっぱりポケット w i f i で本当に2時間ぐらいかかったりね途中でエラーが出てしまってアップできるのがね10時ぐらいとかなってしまいました9時やったかななってしまったんですが「おめでとうございます」っていう自分へのね言葉1週間続きましたねいろんなもうだんだん最初の頃何の話題で話してたかとかも忘れてきそうな感じなんですがね、えー これね続けるっていうのが結構難しくてね何をするのでも続けてたらねいつかは何かできるようになるのかなと思ってるんですけどね、えー、僕はそれがね思った通りにはなかなか続かないですねえー、挫折します本当にね「傷だらけの人生」という表題でお送りしておるのですが、えー、体僕の体は傷だらけですねいろんな事故や怪我でね 体体自体にもね塗った数といえば優に0 0針超えて150200針ぐらいは体中塗ってるんではないかと思いますけどね、えー、本当に文字通り傷だらけの人生ではありますが、えー、結局はねその挫折しても何か違った形ではいい感じでね流れていってまあ今に至るんですけどね、えー、今日なんか えこうやってやるようになってねよく YouTube 見るようになりましたね、えー、もうね YouTube を見ると昔と違う情報がたくさん得れますね、えー、今日言ってたのはね、えー、常識が変わるのが今の世の中は早いっていうのを言ってましたねなので1ヶ月前1年前のね常識で動いてると、えー、もう全然違った常識になってるのでねあのうまくいかない、えー 今なんかね学校の授業とかも外国やったらもうネット使ったりタブレット使ったりするのに日本ではいてだに、ね、それがもう日本がこうダメになっていく一つの原因なんちゃうかっていうことを言ってる人がいましたけどねええーね、今はもうメールとかがね出てきた時ショッキングやって今もねメールって便利なもんやなと思いますが。 今もねそうやって仕事の話する時とかねメールっていうのはもう古くてあのー、ちょっと不便なツールになってきてるっていうことを言ってましたねえー、本当にいろんなものがもうどん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 変わっていきえー、ライブっていうのもね本当にライブに来にくい今ねこうやって病気が流行るとライブに来にくくなってこの先どうなっていくのかとも思ったりしますがね できれば、えー、僕はあのー、配信っていうねネットを通した状態での演奏っていうのはねがメインになるのは避けたいと思うんですけどね、えー、でも常識っていうものが変わっていくのでいつそれをね判断してどういう動きをするかこれも自分次第でございますけどね、えー、今日はね僕が大好きな「グラント・グリーン」 いうギタリストがいます、えー、グラント・グリーンの誕生日ですねググランントグリーンなんかもね、えー、すごいあの気を張って生きてた人だろうなと思うんですがそんなに器用な人じゃないんですがきっとその中でもねインタビューとか読んでたら気が強い感じに思う発言をたくさんしてますが本当は何でもできる人間じゃないって自分では分かってたんやろうなって思いながらそのインタビューを読むんですけどね。 えー、ウェス・モンゴメリーという人がいましてね、えー、ウェス・モンゴメリーっていう人はねオクターブ奏法っていってねこうやって今日はウクレレですがこうねこう1オクターブ離れた音をねいっぺんに出すっていう奏法をねあのこういう弾き方をね編み出した編み出したっていうか昔からあったんですけどそれを前面に押し出してね それを使って演奏した人なんですが、えー、インタビューする人がねグラント・グリーンにあの「ウェス・モンゴメリーは同時期にデビューしてあのオクターブ奏法とかいろんな奏法を持っていますがグ,グリーンさんはそういうものはないんですか?」って言うたら「何を言ってるんだ君は」オクターブ奏法といえば僕だよ」僕はね今オクターブ奏法だけを書いた。 教則本を出版の準備してるとこなんだよとか言ってそんなわけがないんですけどね <laughs> え何でも言われたら負けそんな人に負けてへんぞって言いながらもうね自分のできることっていうのは限られてるっていうのを認識してずっと活動してたんでしょうねそれこそねその常識が変わるじゃないですか普通ね若い時は割と激しい音楽をやってロックとかねそういう音楽をやって。 だだんだん年を重ねるごとに渋めの音楽ねジャズとかそういうのの良さが分かっていって変わっていくっていうのが多いんですがグラント・グリーンさんはね、えー、若い時はストレートなジャズブルースをやってたんですが晩年はねあのディスコミュージックみたいなね今でいうファンクミュージック、えー、そういう、ね、音楽しかやらなくなりましてねなんでそうやったのよって言うたらもう流行りが変わったんよ。 って,言ってましたけどね、えー、すごいそのね変わってからも素晴らしいノリノリのグルービーなね音楽をたくさん作ってね後の世代に大きな影響を与えましたが、えー、すごいねそういう不器用をやろうと思う人でも素晴らしいことができる、えー、そんな風なね人間になれたらいいなと思うんですけどね僕がそのねもう挫折や っていいいうのは本当にに思い通りなならないんですね、えー、この間も話しましたが、えー、例えば今日ね本当に YouTube 見る時間が長くなりましたがバンヘーレンっていうねロックのミュージシャンバンヘーレン僕がねギターを始めるきっかけになりましたねバンヘーレンっていう人がねいるんですがジャンプっていう曲とかねたくさんのヒット曲がありますが、えー、のね演奏を見てたんですけど すすごいですね、今見てもすごい、えー、すごい技術やし、えー、すごいリズム感でもう本当に素晴らしい演奏をねあのソロギターって言ってねジャズとかじゃなくてもうギロックギターの場合はも一人でもう弾き倒すんですけど、えー、そういうコーナーのねヴァンヘイレンがそういうコーナーで弾いてるのを見てましたがもうすごい技術やしすっごいかっこいいですね。 とてもじゃないけど僕はもう,もう30年というかギター自体はも40年近くやってますがいまだにもうかなったもんじゃないなと思ってねああすごいなと思いながら見てましたね、えー、他のね人とかもね自分のジャズをやり始めた師匠、えー、もうねいまあのー、だにいろんなレコードとかねレコードじゃなくてちょっと古いですね CD ね あの家とかどっかで一人で聴いたりするんですけど全くこう足元にも及ばないなって思うんですけどねそれでああと思うんですがもうそれでねもうそういう風に素晴らしい憧れた人たちのように演奏できずに挫折しましたねえそれでどうしようもなかったんですねで僕はもうストレートな古いジャズが好きですさっき言ったグラントグリーンとかね えー、他のが器でい言うたらソニー・スティットっていう人とかね前にもあのライブ配信版で話しましたが、えーあのー、インスタの方にもリンクが貼ってありますがソニー・スティットっていう人とかねストレートなビバップっていう種類のジャズをやる人に憧れましたが全然できるようにならずでねそれも挫折しまして。 えそれがちょっとずつ形を変えてね今の僕の演奏のスタイルになっていったんですけどね結局もう挫折の連続でね思い通りにいかないっていうことの連続からできた演奏のスタイルっていうのが僕の,あの演奏スタイルなんかなって思ったりするんですけどねえ人生そのものも同じような感じでえ僕は 思ったことをね自分で体験しないと納得できないたちなのでね本当にたくさんの失敗をしてね、えー、失敗挫折の連続の末に今のライフスタイルができてね、えー、そんな思い通りになら,な,らない中でもね、えー、な楽しむそんな方法を見つけていったのかなとも思っているんですけどねただ一つあの僕きっとこれが。 あの続けれたり何か少しずつ形にできる大きな要素だっていうのはさっきも言いましたけど諦めないとかねえ何らかの形で続けていくっていうそれがやっぱり大事なんかなと思ったりね僕すごい諦めの悪い立ちなんですよねえー諦めきれんうちにね思った方にいかんと流されて 少し形を変えてね、えー、先に進むっていうのの連続やった気がしますね僕釣りが大好きなんですけどね釣りに行った時とかでもね僕のこと釣り上手い人と思ってる人がいますけど釣り大して上手くないんですよ、えー、ただなんかこれが釣りたいと思ったりねこう,こうなりたいと思ったらそうなるまでね生き続けるんですよ本当にしつこいですよみんなねあきれてますけどね えー、また同じことやってるまた同じことやってるみんながねもう釣ってしまう間にねもう10回ぐらい何も釣れなくてもね同じもん狙って生き続けるんですよ。最後にはもうね魚も根を上げるのかしてね最後にはだいたいガツンとねおっきいのが釣れたりするんですけどそんな時にね喜んでこう SNS とかに上げるからおっきいの釣れた時だけね なのでうまい人と思っている方がおられますがね本当にしつこいだけなんですよね、えー、それでねもう,もう釣りに限らず何でもですね僕あのギターとかでもウクレレもそうですけど同じことをずっと練習してますね、えー、そんな感じでねできるまでずっとやるっていうそれだけで 生きてこれてるのかなとも思ったりしますがね、えー、この配信もねとりあえず1週間続けさせていただきましたがねこんな本当のところね視市長もねいつか伸びればええなと思うんですけど今のところも百100がええところでねでも100でもええんかなまあねこういうのがバーッと話題になって人が集まってきてすごい視聴が伸びたりそんなんするのなんかバズるっていうらしいですね。えー そう,いう、ね、なんかバズって100が1,000になり1万になり10万になることを夢見って <laughs> 続けれたらええなと思うんですけどね、えー、こんなね配信もあんまりないですもんね多分あるんかなこんなただ音声だけで喋ってねしかもローカルな僕が何かテーマを決めてただそのね教育系のそんなんとかでもなく何か一つのテーマを決めて。 えやっていってているだけけなんですけどね一、えー、つ1週間で僕自身の変化としてあったのはね僕こうやってやるときに配信間に合わないかとりあえずはあげるんですけどあとからでも全部聞き直すんですよライブ配信明日もありますがライブ配信もあとから全部聞き直すんですけどねえー その時にね、もう本当に自分の声が嫌で仕方なかったんですけどねもうたびたびいててねだん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 あんまり自分の声が嫌じゃなくなってきました <laughs> えーなんかね、えー、この配信する時はね一応テーマとして寝る前にっていう話なんでね落ち着いた喋り方をしようと思ってるんですけどね普段だもははしゃぎ回ったりねそんなこともしてるんですがキャッキャキャッキャ高いトーンでね叫んだりね 笑いい転げたり感情が激しいのでね僕結構感情表現がすごいダイレクトな人間なんでね、あのー、はしゃいだりしてるんですけど、えー、この時はね、まあ、ゆったりとね喋ってるんですけどねそのあの喋ってるのがだんだん嫌じゃなくなってきましたね。えー、なのでこんな感じでとりあえず当面は続けさせていただけたらともね思っておりますがね。 よかったら、ねえーまあとから聞いてくださる人もおられるんですが6月7日明日は日曜日なのでね日曜日はあのこっちの毎日版ではなくライブ版のね、えー、Facebook、えー、来週にはねネット回線も、あのー、開通しますのでうまくいけば再来週ぐらいには YouTube も同時でねライブ配信。 それでね、こうやって残せていけたらなと思うんですが、えー、その、明日は、Facebook、僕のページからね、木作元房、カタカナで書いたページからね、えー、ライブ配信を行います、えー。その中ではね、も,もっと間々で演奏したり、あと、コメントいただけたらそれに答えたりね、リクエストいただけたらリクエスト答えたり、あとね、あのー、AM ラジオのように、お便り、メッセージ、えー、お読みしたりする。 コーナーもありますんで、えー、僕のフェイスブックのメッセージか、もしくは僕のインスタグラム、えー、この僕の毎日のインスタグラム、えー、ID がね、木作本夫さん K.M.B.O.K.U.N.O. 僕のっていうね、えー、ID のねインスタグラムのメッセージで。 あのラジオネームなどつけて送っていただけたらね読ませていただきたいと思いますぜひぜひそっちの方もねよろしくお願いいたします、えー、それでね結局のところ元に戻ると、えー、まあどんな形であれもう流され続けて、えー、生きてきておりますけどねなのでどん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 自分がね意図したこうなりたいって思ったそのままじゃないですが えー、少しずつ形を変えて自分の活動や生活やね音楽屋が発展していってるのかなと思います、えー、この何日か3日前ぐらいかな2日前3日前ぐらいに初めて今年夏を感じましたが今日もねすごい夏らしいですね、えー、だんだんこのスタジオもね暑くなってきましたただこの今使ってるマイクが非常に感度がいいので,でね えー、クーラーをつけるとねクーラーの音がすごく入ってしまうんでクーラー切ってるので、えー、結構暑いです、えー、こんな暑い中もねマスクつけてね出たりするので、えー、熱中症とかにも気をつけて水分補給やねあのなんかもうね人が全然おらんとこやったらマスクしてて,て外屋外だったりしたらねあの熱中症のある裏やったらその間だけでもマスク外した方がいいとかいう話も聞いたことありますけどね。 えそんな暑、えー、い気持ちよさもありますが暑さには気をつけて、えー、ね。明日も一日楽しく暮らせていただけたらと思います明日の夜はライブ配信版 Facebook の上のライブ配信版僕の毎日11回目でお会いできたら嬉しいなと思いますそれではまたさよならさよなら さよなら。